はい、竹人です。ということで今日なんですけれども、久しぶりにですね、ちょっと白物系の家電で私感動しましたので、動画を急遽回しているという感じでございます。私なんですけども、バイクの動画を中心にガジェットやカメラのレビューを行っております。もし今日のお話面白いなと思ったら、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回私がですね、ちょっと普段とは違うもので皆さんにご紹介したいなと思ったのがこちらになります。はい、なんだかわかんないかもしれないんですけども、ちょっと一応ケースから出しますと、こちらでございます。どん、はい、見えるかな？はい、これ。はい。なんだかわかんないかもしれないですけど、一応、もちろんお見せしてるのかな？はい、こちらです。どん、はい。はい。ということで、ヒゲ剃りでございます。電動のヒゲ剃り。まあ、シェーバーとかですかね。僕、まあ、ご覧の通り、ヒゲが濃いんですよね。まあ、これ、男性しか見ないような動画だと思うんで、一応、言っておきますと、私、ヒゲ濃いんですよ。で、ヒゲが濃いんで、若い時からもう T 字カミソリしか信じてないというか、過去で言うと、4000円ぐらいのブラウンのやつを一回買って、その後ね、1万円ぐらいのブラウンの、まあ、いわゆるシェーバーみたいなのあるじゃないですか。あれを使ったことがあるんですけど、全然ダメだったんです。ただ、それはもう20年ぐらい前の話でございまして、で、今回なんで、これ買ったのかっていうところになるんですけど、実は今私平然としておりますけど、肩骨折してます。はい。ツイッターでも言ったんですけど、骨折れてて、入院です。明日から入院。で、手術というような状況なんですよ。で、入院するにあたって、今回入院する病院がね、刃物ダメみたいな、なんか爪切りもダメ、ハサミもダメ、まあ、カッターもちろんダメ、あと T 字カミソリがダメっていうことだったんです。なんで、どうしようかなと思って、ただ4日間か5日間ぐらいしか入院しないんで、まあ、ひげ剃んなくていいか、みたいな。そんな感じで考えてたんですけど、そしたらですね、奥さんが、年末にやってた家電芸人、アメトークかな、アメトークの家電芸人で、なんか良さそうな、ひげ剃り紹介してたよ、みたいなことを言っていたので、知ったんですけど、それがこちらですね。はい。パナソニックのラムダッシュパームインと。いうものになります。こんな小型の、持ち運びができるようなやつなのに、ラムダッシュのこう5枚刃になってるみたいな。はい、5枚刃になってるよってことで、すごくよく剃れる電動のひげ剃りと同じようなものがこうコンパクトに持ち運べるということでございました。で、私そんなね、しょっちゅう出張とかには行かないんだけど、バイクのね、練習とかにサーキットに結構泊まりに行くんで、その時に使えるなって思ったのと、今回の入院ってこの2パターンぐらい、まあ、あとたまに旅行に行くぐらいの時に使うというような感じだったんですけど、高いですこれ、はっきり言って。で、このラムダッシュパームインなんですけど、ハイグレードモデルということで、マーブルホワイトとマーブルブラックっていう機種、それからスタンダードモデルっていうのの計2機種の色が3色っていうような感じで出ているんですが、これがね、2023年の9月に発売になったみたいなんですけど、この間まあその家電芸人でやったっていうところもあって、スタンダードモデルの方がもちろん安いんですけど、そちらがもうほぼ売ってない状態。今2024年の1月の上旬に僕これ動画撮ってるんですけど、もう3月ぐらいまで入荷しないみたいな感じでした。お店で見た時は。で、スタンダードモデルが大体3万3000円から4000円ぐらい。で、こちらはね、そのハイグレードモデルっていうのを購入したんですけど、これが4万2000円ぐらいということで、8000円ぐらい違うんですよね。で、何が違うのっていうとね、ちょっとこう見ていただけると分かると、色が、分かります？ちょっとマーブルっぽくなってるでしょ？こんな感じの色。で、これがですね、海水由来のミネラル成分から生まれた素材、名残っていうような、名残っていう素材をしているようで、陶器のような触り心地ということで、ちょっと普通のと違うんですよ。で、この模様に関してはもう、この1個しかないっていう感じ。だから買った時にみんな模様が違うみたいなんですね。で、今回僕はこちらのマーブルブラックを購入いたしました。で、ケースの方もちょっと違ってて、これね、本革っぽいやつ。で、スタンダードモデルはもうちょっとプラスチックなハードケースらしいんですけど、これはね、革っぽい感じですね。で、機能としては全く一緒という感じでございます。で、主な機能としては、さっきも言いましたけど、5枚刃っていうところと、あと充電がね、USB-C でできるんですね。だいたいシェーバーってよくわかんない、なんか AC のケーブルみたいなのやつ持ってかないと充電できないんですけど、これは内蔵バッテリーで USB-C で充電できるんで、スマホとかね、iPhone とかと同じように充電がどこでもできるということで、非常にそこは便利ですね。で、僕さっきも言ったんですけど、ずっとひげ濃いんで、もう電動のシェーバーはもう諦めてて、ずっと T 字カミソリを使ってたんだけど、お店でね、わざとひげ剃らないでビッグカメラに行きまして、
で使ってみたんです、これ。そしたらもう T 字カミソリと同じように綺麗に剃れて、あまりに感動してしまって購入したんですよ。でこれ4万、さっき2000円って言いましたけども、実際問題そのパナソニックさんのラムダッシュ6枚刃っていう一番いいモデルがあるんですけど、そちら、まあ、いわゆるね、ちょっと画像出ればここに出しておきますけど、いわゆるシェーバーみたいな形をしてるやつの最高機種、ラムダッシュプロだったかなっていうのがあって、そちらがねやっぱり実は一番綺麗に剃れました。あの首振りヘッドとかついててめちゃくちゃね綺麗に剃れる。で同じようにこれも剃れるんだけど、大きな違いとしてはこれだとね、まあ、綺麗に剃るのに15分ぐらいかかるけど、その、いわゆるシェーバーの形をしたやつラムダッシュプロだと5分ぐらいで綺麗に剃れるかなっていう感じです。なので、これも非常にいいんだけど、まあ、これの紹介のレビューの動画で僕お話してんだけど、お家からあんま持ち出さないよっていう方はラムダッシュプロの6枚刃のやつが同じ値段なんで、そちら購入した方がいいかもしれないですね。で僕みたいに結構泊まりがあるとか、あと会社とかカバンで持ち歩きたいみたいな方はこちらがいいのかなという感じです。ラムダッシュパームインの方がね、家でずっと使いたいよって方はぜひともプロの方も試してみてください。あえてヒゲ剃らないで量販店に行くと剃らせてくれるから、半分ずつぐらいやってればいいと思います。お値段が同じぐらいですんでね。でやっぱ私の知り合いの方ともちょっと話したんだけど、やっぱりヒゲ濃い人はねもう諦めちゃってるはっきり言って電動のやつは、うん、僕もそんな一人だったんだけど、もうずっと T 字でもう試すこともしないし、もうアウトオブ眼中になってんです、ヒゲ濃い人はね。なんだけど使ってみたらめちゃくちゃ綺麗に剃れるんで、ぜひともあの電動シェーバー諦めてたっていう方はね、ぜひとも、まあ、これとは言わないですけど、ラムダッシュパナソニックさんのラムダッシュぜひとも試してみてください。私はこちらラムダッシュパームインの方をね購入いたしましたけれども、これは入院があったりとかっていうのがあったんで今回購入いたしました。でただやっぱ高いから買うか買わないかすげえ悩んだんですよ。でスタバでコーヒー飲みながら、まあ、入院する4日間とあと月に1回か2回サーキットの泊まりのために4万円のヒゲ剃り買わなくてもな、 T 字カミソリあるからまあいいかななんていうのが正直思ったとこなんです。ただスタバでコーヒー飲みながら気づいたことが1個あって、僕さっきも言った通り肩手術するんですよ。でこれ1ヶ月固定なんで、ここギブスしちゃうわけじゃないんだけど、腕をねこうちょっとこういう感じで、これ僕こっちは動くんだけど、するような感じになるから、お風呂入ってもヒゲ剃れないんですよ、右手が使えないから。それに気がついた時に、あもう必要ってなりましたね。はい、なんで1ヶ月ぐらいは僕は毎日これでヒゲをこう左手で、利き手じゃない方で剃らなきゃいけないんで、まあ、しょうがないなということで今回購入してあまりに感動いたしましたので、皆さんにですねこうやってご紹介しているという感じでございました。すごいちょっと短い動画になっちゃって、部屋もね汚いのに無理やり動画撮ってる感じになっちゃいましたけれども、はい、ぜひともねヒゲ剃りちょっと興味ある方はぜひとも見てみてください。ラムダッシュ、私が購入したのはこちらパナソニックさんのラムダッシュパームインということでございました。はい、それではね、まあヒゲ剃りの多分もうレビュー動画は多分出さないと思いますけど、はい、また他の動画も出していきますので、ぜひともそ見ていただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。